藤というと狭間に屋敷のある、あ、それ多分お父さんの実家です。あの、どうかしましたか？ほら、うずき、カタギに迷惑かけるのやめて、さっさと上がってどっかに消えちまいな。サクヤさんはちょっと黙って。はいはい。うずきさんっていいんですか？そんなやつに敬語使う必要ないよ。でも、で、だから黙っててってば。構いませんよ。年も近いでしょうし、そうかしこまらずに話しやすい言葉でどうぞ。そうなの？はい。だったら宇月さんも楽に崩してよ。そうか。ならばそうさせてもらおう。そしてそして。千葉うずき、はじめましてではないね。昨日駅で会ってるし、食事も隣の席だったよね。うん。ケ、やっぱり敬語に押し。そんなやつと必要以上に仲良くするんじゃないよ。サクヤさん、大人げないよ。つーん。ごめんね、うずきさん。あなたが気にすることではないだろうに。はあ、うずきさんは大人だな。ケイさん、私がどうかしたかい？ううん、別に。ケイさん。あ、だから別に何でもないよ。ケイ、のぼせたんなら無理はしない方がいいよ。まだまだ平気だよ。で、K は
ともかく、あんたはそろそろ上がる頃なんじゃないかい？どうして私が？カラスの行水って言葉があるだろ？慣れない長居は体に触るよ。何を言うかと思えばバカバカし、重ねた弱いにふさわしい。私先に上がるね。ケイ？ケイさん。実はやっぱりのぼせてたかも。それじゃごゆっくり。
け。残念、起きてしまったわ。誰？楽しんでもらえたかしら。
なたは夢の中の。あなたは何者？